ぬぬぬ、あ、白すぎだな。白すぎる。皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、もう見てもらったらわかると思うんですけど、これお出汁取りまして、しゃぶしゃぶやっていきたいと思います。ワイが一週間くらい開けてる間に、お兄ちゃんが自分でしゃぶしゃぶやろうと思ってお肉頼んだらしいのよ。なんだけど、このお肉一週間くらいあったので、そうそう食べなきゃじゃねと思って私がいただきたいと思います。これがね、豚肉で 150g ぐらいだったかな。あとね、この野菜たちを切りました。光飛びがえげつないんですけど、椎茸大好きなので可愛い形にカットしました。ちゃんと、はい、バツみたいな感じにしまして、あとキャベツと、ちょっと見えにくい、キャベツとネギを切っております。肉いっときたいところなんですけど、この椎茸食べるのに多分これ2時間煮込まなきゃいけないので一旦入れます。で、ポン酢とごまだれ用意したんですけど、これが奮闘菌、わかんない、なんかスーパーにあったこの安いごまだれと、これはねめっちゃおすすめ。これあのキュウリとかにかけても食べてるんだけど、この生ポン酢みたいな、丸生ポン酢、すだちとか柚子とかいろんなの入ってるんだよね、確か柑橘系のポン酢なんだけど、これめっちゃ美味しくて、もう何にでもかけて食べてます。あとワイの最近のお供、ゼロキロカロリーコーラです。痩せたいなと思う時の主なドリンクです。いただきます。というわけで早速いただきたいと思います。ちょっとこれやろうと思ってたんですけど、ずっとこの出汁を取るのがさ、めんどくせえなと思っちゃってでもさ、出汁なんて出汁パック入れて沸かせばいいだけなのよ。ということで、さっきやりました、頑張って。これコープのさ、やつなんだけど、コープのお肉なんだけど、このしゃぶしゃぶ用がめっちゃ薄いの、透けるのではってぐらい薄いんですけど、いただきます。わ、うまそう。ちょっとごまだれからいこう。ちょっと重めの味からね、攻めていく。いただきます。マーベラスだ。でも結局最近はもうポン酢で食べがち。うん、ま、マジでこのポン酢がうまいの。案件みたいになっちゃうけど、これが本当に美味しいの、大好き。ヤマサですね、はい、ヤマサは千葉なんでね、確か、はい、千葉の銚子にあるので、千葉県民として誇りです。最近ネギ入れとこう、いっぱいネギと一緒に食べたい。ネギとお肉とポン酢の相性が良すぎて一生食べれる。ちょっとこれネギ1本分しかさ、切らなかったらちょっとめんどくさくなっちゃってずっとめんどくせえやんっていう。最後ちょっとさ、雑炊食べたいんだよね。一人しゃぶしゃぶも悪くないわ。なんかさ、その一人丸々がさ、もう結構何でもできちゃうわけ。もう全然日和らずに一人丸々ができるようになっちゃって、遠征っていうかもう旅行みたいな、遠征もさ全然一人でできちゃうし、多分ワンチャンうちさ、ディズニーとかも一人で行けると思うんだよね。行ったことないけど行ける気がする。だからさ、こんだけさ、この一人丸々を極めちゃったらさ、将来的にまずいのではっていう。全然一人でよくねみたいになっちゃったらどうしようっていう。全然映画とかも行けるし、映画とかってか、もう映画なんて、もうむしろ一人の方が好きなの見れるし、好きな時間に見れるし、って思っちゃう。ちょっとまずくない？でもうちクリスマスまでに彼氏作るのまだ諦めてないから安心してほしい。うまっ。マジしゃぶしゃぶは無限に食べれる。ちょっとお兄ちゃんの分も残そうかなと思ったんだけど、もう肉足りないぐらいの勢いよ。ごめんね、ありがとう。そんな気持ちで食べます。うん、うん、ネギの勝ち。うん、まっ。あ、くとんのちょっとめんどくさいな今日やばいね、めんどくさすぎるね。今日めんどくさい女はやめとこう、絶対に。 いいよ全然、うちが悪取るよーって、もう後ろうちから行きますみたいな、率先しますみたいな女でありたい、そう思います。この動画が上がってんのがいつかわかんないけどさ、明日さ、ファンタのさ、なんかリリーベ行こうと思ってんの。整理券とか取ったんだけど、うん、初めてなのね。このアクリル板越しのグータッチになってからまあグータッチしないんだけど、アクリル板越しに行こう、ヤッホーみたいなやる形式になって初めて行くんだけどさ、ユセの顔は見たいんだけど、ワイよりの顔を見てほしくない派なの。だから明日はなんか上限が何枚か分かんないけど、ユセの顔を見るっていうのを目標に頑張るわ。もうやばいって言われて、見たくないってなっちゃうかもしれない。見たいよ、見たいんだけど恥ずかしすぎて見れない多分。うん、ユセとレイヤー君とソッチャとケイト君かな。ワイは数年前のリリーベでケイト君に駆られてる女なので、駆られ履歴がある女なので、デビューの時かなのハイタッチ会はもう物理的にハイタッチできたわけね。てかそろそろ良くねとは思うけど、てかせめてさ、そのアクリル板
なくてよくないって思うけど、演者側っていうかさ、ファンタ側からしたらさ、そのアクリル板1枚あることでさ、ちょっと安心感得られるじゃん。なんかさ、もちろんお金払ってきてるしさ、まあほとんどっていうか、まあ 99% ありえないかもしんないけどさ、アンチが来るかもしれないじゃんって思っちゃう、うちは。ミリの確率で、まあゼロじゃないじゃん。なんかそのアクリル板があることによって、ファンタ側からはさ、ちょっとこう安心感があるんかなとは思うけど、でもこっちのオタク側からしたらさ、もうちょっと鮮明に見たいというか、っていう気持ちはあるじゃん。どっちの気持ちもわかんない。でも海外公演とかだったらさ、なしで行けるってことは、まあ日本でもいいのではとは思うけど、オーバードライブの時は本当に顔がキルキルで、ケイトくんのハイタッチってこうじゃん、こうじゃないの、こうじゃなくてこうなの、カーってなって死ぬってなって、そんなに年上をからかわないでって思ったけど、まあ一個しか違わないんだけど、確かケイトくんって、まあうち年齢非公開なんだけど、あの堀夏くんがわその時好きかもって思って、堀夏くんになんか好きですみたいな感じで、あの軽いノリで言って告白しちゃってる人なんですけど、もうケイトくんに心を奪われちゃって、でケイトくん好きなまんま令和になって、バックトゥーザメモリーズだ、バックトゥーザメモリーズの時、初日はケイトくんが好きで、ケイトくんのオタクとして入ってんので、ケイトくんかっこいいなと思ってたんだけど、え待って数年前は何にも思わなかったユウセイくんかっこいいみたいな、バックトゥーザメモリーズは落ちましたね。最近ファンタの現場行ってなかったんですけど、行ってなかった原因は、あのもう冷めたとかそういう理由じゃなくて、心理的理由じゃなく、普通にチケットが当たんなかったの今まで。この間アリーナツアーの当落出たんだけど、初めて前の名義が息を吹き返しまして、息を吹き返したっていうか生まれた、はい、生まれました。その瞬間に初めて当たったんですよ、代々木公園かな。なので多分代々木は行けるんですけど、名古屋も行きたいなと思ってて、なぜならば手羽先食べたくて、風来坊が食べたいので行きたいなと思ってたんですけど、名古屋外れちゃって、まあそんな感じですね。ファンタはで、まあ知ってる人はちょっと知ってるかもしれないですけど、なんでまあいろいろありまして、最近、まあ、推しが燃えてまして、まあ燃えてたというか燃えてるというか、まあ最近ちょっと沈下の傾向にはあるんですけど、まあ燃えてた原因も 100% 擁護しきれないので、結構擁護派なんですけど、あれは結構推しには幸せに生きてほしいというか、まあ楽しく生きてほしいなと思ってるので、基本的にはまあまあまあ目をつぶることが多いんですけど、今回は何がうちはちょっとなんかはーってなったっていうか、ちょっとなんかでなったかっていうと、燃えた原因が友達との写真が流出したみたいなね感じなんですよ。異性のその写真が流出したこととか、相手側が友達ですみたいな、付き合ってませんみたいな感じでは載せてたんですけど、仮にその付き合ってたとて、別にあれはいいの、匂わせてたとしても別にいいの、好きなようにやってほしいなみたいな、その言動で燃えたりとか、なんかファンの子が疑ってしまうような状況になって、自分が何とも思わないんであれば別にいいの、自分のやりたいようにやってほしいなって基本的には思ってるんですけど、今回はその同じグループでグループを引っ張ってくれてる存在のメンバーが体調を崩してというか、人前に出るのもちょっと怖くなったという状況下で遊んでたのが、うんと思った。別に何もない時だったら全然別にいいの、どうぞ遊んでください。それでファンの子がどう思っても俺は別にいいというスタンスであれば、どうぞ遊んでくださいと思うの、うちは。誰と遊んでようが誰と付き合ってようが別にいいの、ステージ上で仕事してくれれば、その支障がなければ。でも結局匂わせたりするとさ、 SNS でさ燃えちゃったりとかするじゃん、で支障が出るじゃん、コメント欄が荒れたりだとかさ、他のメンバーに飛び火したりとかって、なんかそういうのを考えてやってくれてるんだったら別にどんだけ遊んでてもいいと思うんだけど、この時期というかタイミングが、うん、わかんないじゃん。でも前の推しも推しでさ、ちょっとメンタルがもしかしたらブレてて、友達と落ち込んでる気持ちを晴らすために遊んでたタイミングで流出しちゃったっていう可能性もあるとは思うよ。けど気持ちを晴らす方法は他になかったのかとか、写真が出ないように信頼できる人というか、写真が漏れないような場に行って遊ぶとかさ、そういう選択肢もなくはないじゃん。そこにうちはちょっと冷めたのね言葉を探せないんだけど、冷めちゃったの。なんかこれから大きくなってくグループとして頑張りたいっていう人のやることじゃねえなと思ってやばい、これ燃えるかな。まあでもぶっちゃけそう思ったわけ。 SNS とかでさ、写真が拡散されないようにね、どうにか頑張ってほしいというか、そういうのも気を使えるようなこういう関係であってほしいとは思うけど、まあどっから燃えたのかは知らんけどね。でその時たまたまっていうか、燃え盛ってる時は実家にいたから、
もう実家でもうリトルとエビダン見てたんですけど、エビダンっていいなって思ってたの。レコ隊おめでとうございます、はい、特別賞ということで。ソイヤがね、友達に謝るときに使ってソイヤ線もそろそろ認知され始まる、そんな状況かなと思うんですけど。特別賞ってさ、パフォーマンスするのか分かんないけどさ、するとなったらメンバー全員出てほしい。選抜となったら悲しくない？みんなで出てほしい。まあそんな感じでタグルを見たりしてメンタルを保ってました。12月頭の福井公演のチケット取れてたんですけど、友達が取ってくれてたんだけど、一緒に行こうと思った友達がワンちゃん行けないということで、多分福井は行かないんと思うんだよね。でもネクストラウンド一回も行ってないからさ、結局まだ。だからたまりは行こうかなと思ってるけど、でも配信あっても行きたいところが見れるわけじゃないからね。配信でもさ、なんかチッケムみたいなの欲しくない？我が推してるモンスター X っていう韓国のグループ、配信でチッケムが変えたの。ヒョンウォン君っていううちの推し、この間兵役行っちゃったの。初めて推しが兵役行くっていうのを体験してるのね、うち今で。昨日なんか J アラートみたいなのになったじゃん、ミサイルが発射されましたみたいな。でうちのその推しが、その招集された部隊が白骨部隊っていう、なんか北朝鮮と戦うってなった時に一番最前線で戦わなきゃいけない部隊らしくて、え待ってみたいな、もうこれ以上ミサイル噴出させないでと思って。どの部隊も危険だと思うんだけど、なんかもう何もない平和な日常頼むと思ってる。ヒョンウォン君マジでさ、日本に頻繁に来てた時、コロナ前はさ、ヒョロヒョロだったの。マジ細ーってなって、顔ちっちゃーみたいな、だったんだけど、本当に、コロナでなんか筋トレにハマる人がいるんかな、わかんないけどさ、めちゃくちゃムキムキになってた。雑炊にしますって言ってたんですけど、雑炊は今食べられないです。アク取って、汁残しといて、お兄やんが帰ってきたらやろうかな、雑炊。この椎茸食べれるかな？椎茸当たったことあるのよ、うち。椎茸と、あとナメコ？だからキノコめっちゃ当たったことあって。まあ、椎茸は、まあ椎茸側が悪いんだけど、ナメコはうちが悪いんだよね。なんかナメコってさ、冷えてるというか、おろし、ナメコおろしみたいなやつあんじゃん。大根おろしと一緒に食べるやつ。売ってるさ、そのままの。パックのナメコ、あれってそのまま食べれると思ってたの、うち。冷えてるやつがあるから。ナメコは生でいけると思ってて、生でそのまま行ったんじゃなくて、お味噌汁作った時に、ナメコのお味噌汁ってさ、煮足しちゃうとこうグツグツやっちゃうと、ナメコ熱くなってさ、飲みにくいじゃん。だから出来上がった時に入れたの、煮たりしないで、飲む直前というか、味噌汁よそう直前にジャーって入れて、そのままちょっと混ぜて、それを飲んだのね。そしたら本当に1時間経たないぐらいで、うわ、気持ち悪いってなって、ナメコ生で食べちゃいけないんだと思って。あれはマジで命の危機を感じるぐらい、めっちゃお腹痛くて、やばかった。だからそっから、ちょっとキノコ怖くなって食べてなかったんだけど、一時期。うち、椎茸だけはめっちゃ好きなの。焼き鳥屋さん行ったらもう椎茸死ぬほど頼んじゃう。店の椎茸全部持ってきてくださいぐらいの勢いで椎茸食べてる。さっき何の話だっけ？推しが炎上中は、実家にいたので、あんまり考えないようにできたから、人と喋ってたからね、実家にいてよかったなと思って。ユセの文春も乗り越えられたけどさ、また別の話じゃない。うちはもうほんと大前提として、別に誰かと付き合ってるとかいうのは何でもいいんですよ。別にバレないようにしてほしいなとは思いますけど、匂わせとかもね、ご自身の活動のために匂わせとかもしない方がいいんじゃないかなとは思ったりはするんですけど、別に誰かと付き合わないでほしいとかな、とやかく言うあれはないんですけど、私はね。まあでもタイミング的にさ、そのうつかれが大フィーバーしてた時だったっていうのもあったけど、そのこのタイミングかってなっちゃったけど、結局今爆売れしてるから、もうそれはそれでいいの。うん、火通ってる気する。まっ、というわけで、一人しか推しがいないわけじゃなかったのが不幸中の幸い。あと最近エビダにハマってたというのが、本当に気を張らせたという感じで、まあ、結局のところ多分ランペ行かなくなるとかはないと思うんですけど、まだ脳内整理中。そういう人もいると思うので、まあ人それぞれ、なんとも思わないみたいな人もいると思うし、今回の件でちょっと他の推しにしちゃおうかなみたいな人もいると思うんですけど、別にそれもみんなそれぞれさ、間違った選択は一個もないと思うので、乗り切りましょう。というわけで、これはお米と卵入れて混ぜるだけで、後で食べたいと思います。それではチョコバナナでした。リリーベの動画とかも出るので、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。